さあ皆さんこんにちは12時を回りました2016年もとうとう5月に突入でございますそしてゴールデンウィーク真っ只中ということでまあ、仕事のね調整がうまくできて行楽地へ向かいながら社内で このラジオを聞いてくださっている方はたまた仕事デーということでね普段通りの月曜をスタートさせた方もいらっしゃることでしょうまあね本日5月2日はゴールデンウィークの端休め的な一日かもしれませんねさあチャンネルを合わせてしまったラッキーな皆様 <laughs> ありがとうございますあこの後12時55分まで生放送でお送りします玉木の,の,の,のスタイルでお楽しみくださいませさあそしてですね5月に入りまして月曜から金曜まで、まあ、正午からお届けしています私たちの帯の番組タイトルが本日から新しく変わります。<laughs> もうね、あのみんなでいろいろと考えてやってましたね。はい。でね、あの先週木曜にシーズあのシーズこと近所静香さんが卒業しまして、ちょっと寂しいんですけれども、この木曜から新パーソナリティが加わります。楽しみにしている方も多いと思うんですが、ぜひね、期待していただきたいと思います。えー、そういうことも含めて、本日からこちらの新タイトルです。私からめぐみちゃん発表していいんですね。多分ね、私以外のパーソナリティは今、私が。 ということ発するんですけどみんなずっこけるよね多分ね <laughs> どうなったのとおいおい説明しますがいきますよ新しい番組タイトルはお昼の技能ワンコザを楽しもうワンコザに決定です <laughs> なんでこのフェードかかってんの素晴らしいエコーも入ってみました生まれて初めてのエコーえ 聞いてる。もしかしてその子さん、まきさん、やっこちゃんびっくりした。<laughs> 私もびっくりしてます。実はですね。あのえ、いろんな意見が出ました。あのコンシェルジュとかさ、なんかいろんなさ。 面白いこの女性パーソナリティで頑張っている月曜から金曜のお昼正午からの番組なんですよ。で結構定着してきました。いろんな方にこう愛されて応援メールとかたくさんそれぞれの番組に寄せられてます。インさんがワンコザーみたいなことになってますね。びっくりですね。<laughs> 私もびっくりだってさ口が慣れてないのよ。その前にきっとあのねこのこのねタイトルはちょっとやっこちゃんがそこ出してくれたわけで。 お昼のコザを楽しもう昼コザだったんですよ、実は3分前まで。そしたら、儀乃湾のゆきちゃんからちょっと待ってくださいとこの番組はギノワ湾でも放送されてるのにそんな小座だけってのはないじゃないですか、ちょっとみたいなそんなことないんですよ、そんな怒ってないんですけどそうだよって、ギノワ湾みたいな感じになって慌てて今、びっくりです。この後の後ゲストさんと めぐみちゃんと私玉木よしの三人で三分間でもう園子さん牧さんやっこちゃんの許可も取らずに決まりましたびっくりでしょギノワンのワンと沖縄市の小座を合わせてみただけなんですワン小座響きがいいねかわいいですよねもうかわいいっ思い込もうとしてますからねめぐみちゃんが ね、思いこれを、まあ、あのうちの、ね、代表山内さんが聞いてびっくりするんじゃないかと「あルコ座いいね」みたいな「いやいやいや番組始まったらねワンこ座になってますからね」<laughs>「いいないいですねこんなんでいいんでしょうか」さあイーサーさんあそうそうイーサーさんワンコ座私もねこのタイトルしたんですよ「ギノワンのワンっていう漢字とコ座はカタカナワンコ座漢字は見ないでね。 音聞いてもう一回いきますよ。お昼のギノワンコザを楽しもうワンコザ。玉木よしののののスタイルスタートですということでございます。ね、いいですね。明日マキさんがびっくりした。明日お休みかなマキさんちょっと分かんないけれど。はいぜひあのきっとあのまあプロのパーソナリティ皆さんなのできっとはい来週までにはみんな言えるんじゃないかな。<laughs> やっこちゃん驚くんじゃないかな。はいということでワンコザよろしくお願いします。さあということでございまして。 ワンコザスタートです木曜のパーソナリティはあえてこの場では言いません。ぜひねご本人から、えー、ご紹介ということで皆さんぜひね楽しみにしていてくださいませませ。さあそして、えー、この玉木柚信の「ノンスタイル」も引き続き皆さん 楽しんでいただきたいと思いますさあ本日のメニューです女子力向上委員会にはシンガーソングライターのみなみちゃんがこの後登場しますみなみちゃんへのメッセージもお待ちしていますさあそして本日のノノスタイルのメッセージテーマです今日から5月まあ、2日ですけれどもね5月初の放送ということでテーマは5月といえば 5月の思思いいい出で募集したいと思います5月忘れもしないあの失恋が5月だった5月といえば私たちの入籍日この時期は部活の遠征で頑張ってた5月というとこの曲を思い出すなどなどそうゴールデンウィーク母の日の思い出などもたくさんあるでしょうぜひ聞きたい曲と合わせてリクエストメッセージ送ってくださいそしてありましたツイキャスから「主婦日のメールどうなるの?」ですよねこれから申し上げますが。 今ね3分前に急遽変更になったのでアドレスを申し上げられません。ですのでメールアドレスは 761-fmcoza.jp いつものこちら 761-fmcoza.jp とギノワンでお聞きの皆様お待たせしております。アットマーク fm fm ギノワンドットコムでお待ちしています。両方からじゃん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 受け付けたいと思いますので、もう皆さんね、もう主婦帯はコロコロ変わるからって思わずに、ぜひ申請ワンコザ。<laughs> あ言いいずらワンコザ口が慣れないワンコザワンコザ OK ワンコザまでお送りくださいね皆さんからのメッセージリクエストお待ちしておりますよさあそして、えー、こちらのワンコザのリスナープレゼントのお知らせです今週は沖縄マリオットリゾートスパブッフェレストランオールスターブッフェのペアランチ券2組様です 旬の食材をふんだんに使った沖縄テイストの本格メニューをお楽しみいただきたいと思いますご希望の方は先ほどの FM 小座 FM ギノワンのメールアドレスまでお寄せいただきたいと思いますさ刺身切りは今週いっぱいとなりますたくさんのご応募お待ちしていますさあ当選者は来週のこの時間主婦帯で発表しますよなお当選された方はスタジオに取りに来ていただくか着払いでの郵送可能の方とさせていただき いきたいと思います、はい。さあ、そしてですね、えー、今日は皆さんにこの後ね南ちゃんをご紹介しますけれども、ぜひ南ちゃんへの、えー、メッセージもメッセージもお願いしたいと思います。えー、南ちゃんといえばもうねこの女子力向上委員会には3回目の、えー、出演となると思うんですけれども、はいはい、そうですね。みえぐみちゃんでいろんなお茶あせをした。<laughs> すごいですね私たちオープニングからもオープニング曲がね終わってしまうっていうぐらいで今日はあの本当に慌ただしい、えー、この時間を過ごしていますけれどもそういうハプニングも何だか私たちの番組らしいないや私の番組らしいなっていう感じがします。そここで、えー、AKB ファンささんんんからメグ石野さんこんにちはということでイ飯ー,ーさんが先にね、えー、ワンコ座について、はい、あの反応してくださってるんですけれどももう一度この番組名ご紹介しておこうかな。はいえー吉野 あこちらも来てるんだ、ツイキャス、このツアー、メガネでか可愛すぎるじゃないか、<laughs> ありがとうございますね、今日無理してますか、おばちゃん。でもね、最近、メガネに凝ってましてね、はいこのようなスタイル、結構多いですね。さあ、それではこの番組、わんこ座、目指すは地域のホットコミュニケーションステージ、うるま市。 結婚式場乳3話の提供、他、各社の協力でお送りいたします。それではオープニングナンバーは元気に参りましょう。スーパーフライでビューティフル。 さあ、オープニングナンバースーパーフライでビューティフルをおかけしながら、先週のリスナープレゼント当選者を発表いたします。ツイキャスからイーサーさんが先週の当選者発表もよろしく。吉野さんってことで、はい、失礼いたしました。え、先週のリスナープレゼントは紫村レストラン待機の、えー、ランチペア券でございましたが、発表します。いみっちゃおじさん。 めぐみかんさんに決まりましたおめでとうございまーすイエーイ <laughs> もうねあチーキャスユーストリームからはもうこの後のゲストさんがもう隣に座ってらっしゃるんですがラジオ聴きの皆さんにはこの後この曲が開けて CM 後にご紹介したいと思いますぜひプレゼントであの、まあ、発送といいますかぜひこちらスタジオまで取りに来ていただきたいと思いますさあこの後もわんこ座自分で言って笑ってる <laughs> ワンコザって何みたいなね。え、私たちの番組でした。ワンコザ、ぜひお聞きくださいませませ。<laughs> さあ、時刻は十二時十六分を回りました、えー。私たちの新番組タイ,タイトル<ん>ワンコザをお聞きの皆さん、この後もお付き合いいただきたいと思います。まさかの放送三分前に決まったワンコザ。<laughs> 今山内さん帰ってきたんですけど、え、昼コザじゃないのって違いますよ。ね、ワンコザに決まりましたんでよろしくお願いします。さあということで女子力向上委員会です。 毎週この時間は県内で活躍する女性やママたちにスポットを当てて彼女たちの今をそしてこれからの活躍にエールを送り発信していく会でございますさあ本日はこの女子力向上委員会には3回目のゲスト出演ですねシンガーソングライターの南さんですこんにちはよろしくお願いしますようこそいらっしゃってくださいまして <laughs>、はい ゴールデンウィークということで一応ね、はい、その間ですけれども南、はいうん、ちゃんはお子様が一人美音、はい、ちゃんがいらっしゃいますけれども。はいはい 一応ママしながらママしながらです大変ですけれども今日はこの時間ありがとうございますわざわざ読んでいただいてありがとうございますでも本当にもうこの最近はちょっとライブ活動とかでいたるところできっとあ、南さんってこのラジオで聞いた方がはい、イオンで見たよとかあのね、カリウシでとかっていう方ももしかしたらいらっしゃるんじゃないかなと思いますが改めて南さんご自身自分で自己紹介するとはいまあお願いしますどうでしょうはいはい、えっと

やってそれでよくステージに立っててそのステージに立つ楽しさとかこう自分の中から湧き出るものとこう共感するこの楽しさをあの味わって途中からねやっぱ沖縄に素晴らしいアーティストさんがいっぱいいらっしゃるじゃないですか小学校の高学年ぐらいの時にもうスピードさんとか。 沖縄のね安室奈美恵さんとかあ<ー>あいう方々に憧れまして<ー>ダンスやりたいなとか、はい、から始まり、うん、<laughs> 沖縄の芸能をやりつつ、うん、こう自分なりにダンスを研究したりとか歌を研究して、はい、19歳から各あのこう本格的に習い始めて。ええ、はいで 歌作ったりして、はい、今現在はママシンガーソングライターとしてステージで歌わせていただいておりますそうなんです,、ね、んですはい、あの実は先日も3月19日ですけれどもね、うん、那覇市のトップノートというライブハウスがあるんですが、はい、こちらでミュージックライフ音遊び音足火ということで、はい、南ちゃんがタイトル命名してるんですけれども、はい、こちらのボリューム1を本当に大盛況のうちに ありがたいこと実は私もリハーサルに行ったんですよ、本番がどうしても行けない時間だったので息子とちょっと行ってきたんですがこのスポットの中でさ、みなみちゃんが三振を持ってみんなになんとなく指示したり確認し合いながら周りにもサポートメンバーがいっぱいいてそこでやってる姿を見てさ、一人おばちゃんはうるうるしてめっちゃ頑張ってんじゃんと思ってすごく一つ一つ確実に前に 進んでる感じを見て取れたので、はい、きっと本番も盛り上がったんだろうなって思いながら、私が一番楽しませていただきました。<当>でもどれくらいのお客様いらっしゃってたんですか。うん、と85え、もう90名近くかな。らいすい、ねはい、いらっしゃってくれて。<ー> でも本当にそううな南さんのお声を聞きたいという方もちろんルックスも本当に可愛らしい南さんなんですけれども本当に一緒にフェーヌナーの皆さんとか太鼓演舞などをされている方々とかも一緒にコラボとかして後半はでもオリジナルソングもたくさん持ってるからそうなかなか全部を歌うっていう機会がなくてライブの中でも沖縄チックなのを入れたりとか観光客の方向けにと言えるものを。 今回初めて全部一時間みっちり自分の歌を歌えたので、すごく楽しかったですね。本当でも自分がこうだってシンガーソングライターなので、書きねたためたこの曲はいっぱいやっぱり一つ一つ思い入れがあるので、それをちゃんとこうねみなみちゃん応援してくれるみんなの前でこう届けられるっていうのは本当に幸せな時間でしたね。はい、行きたかったよ。いや、参りたかったよ。見れただけで嬉しかったね。嬉しかったです。私もかっこよかったですね。音の感じのねボリュームもあって素晴らしかったですね。 そしてまたこの今週末はまた、ねはい、あのライブありますよね、はい、今日もあるんですが今週末、はい、2>, 2日と6日で恩納村にあるホテル<っ>カリ流市ビーチホテルオーシャンスパの。はい プールサイドの方で、はい、ちょっとゴールデンウィークなので観光客の方がたくさんいらっしゃると思うんですけど、でも観覧無料で県内の人も全然入って来れるので、プールサイドいいよ。私も結構ねあのあちらのプールサイドお邪魔したことがあるんですが、あの海風というかちょっと高台にあるので山風になるのかな。たまに生姜の香りが風の向き加減で変わるんですけれども、これがまた言い訳。いい感じですよね。言っ皆さんゴールデンウィークじゃないですか。ぜひともまず本日と、そしてまた週末。 週末にもありますので、後ほどまた後半にも告知しますけれどもね、はい、お付き合いください。さあ、そしてみなみちゃんを初めてこのユーストツイキャスでご覧になる方とか、はいはい、まつぶやいてる方もいらっしゃるんですけれども、はい、どんな歌声なのかなっていうのをあ<ー>ちょっとなんかここで聞きたいなと思って、もう三回目なので、結構な無茶振りもしてるんですよ。はい、<laughs> で、それで今日までちょっと音源持ってきてくださってるので、少しまあこの時間お声がちょっと出ますかね。ぜひとも一曲お伺い、はい、まあ生このスタジオで聞きたいんですけれども。はい いいですかいいですか <laughs> 私がいいですか <laughs> いいですかいいんですよ曲のタイトルはななんでしょうかはいすべてのことに愛をっていう曲なんですけどこれはもう結構東京に私こうボイストレーニングで行った時に最初の方にできた曲で、うん、まあ今ね震災とかいろいろある中でやっぱりいろんな有名、ねうん、私は有名をこう 歩ませててもらってるやりたいことをやらせてもらってる立場ですけどできない人とかもいっぱいいて、うん、その中でこうや,らやれる、うん、自分のやりたいことに挑戦できる環境ってすごくありがたいなって思いで、うん、だから私のは歌で皆さんに愛を届けて、うん、その愛をまたいただけたらなってい思いで作った曲ですすわかりまままししたたちょっととだだけ触るだけ触でも聞いいいいてみたいなと思いますお願いします。はい 今を信じ歩んでく希望をかすれずにすべてのことに愛を注ぎ続け輝いて行こう今ここに 命があるごと広い世界中でたった一人の私いろんな運命の中追い求め続けて 夢の目指せる場所にいることすべてのことに感謝の想いを歌で愛の恩返しか できるように泣き笑い今を信じ歩んでく希望を忘れずにすべてのことに愛を注ぎ続け輝いて行こう ありがとうございますすごい私 <laughs> 贅沢じゃんその隣で歌い始めるとやっぱり歌い手さんなんだね <laughs> すごいよ <laughs> 声の響きがもううパパンン当たるわけこしかもこうなんかほら私たちは揺らせられないけどさこんていうのビブラートってわかんないけどすごいな南みちゃんおお歌手なんだと思って今ちょっとなんかあ太郎介さんがさもうすぐに気持ちのいい歌ねこのメロディーが好きなのよ私この歌詞も皆さんお聞きになりましたがねすごくこう皆さんにこう歌えるものがあったのかなと思います今こちらの方はもうあの今日カラオケの感じでね持ってきてくださっていて今ビて。 で,でこの後使わせてもらってますがはい、はい、この後も歌詞は続くんですよでも、まあ、<laughs> インタビューの時間に戻りますけれども <laughs>、はい、いやこの歌すごく南ちゃんすごくお気に入りだよねもう全部そうだと思うんだけど、はい、結構大事にしてる曲だよね結構大事にしてますねあー でもさっきみたいに自分はやりたいことを今させてもらえる、はい、で,もできない環境にいる方にも何かこう少しなんか背中を押すきっかけとか夢を与えたいって言ってましたけど、はい、なんかすごくいろんなところでこの曲を、うん、が流れて、はい、はってて思う方が出てくるといい、ね、結私結構同世代に向けたっていうかやっぱママさんになると、うん、お母さんになると。 やっぱ我慢しないといけないことっていっぱいある中で私は旦那さんの両親とかも理解が大きくてやらせてもらってるけど、うんうん、でもなんかお母さんって自分を大切にすることを忘れるじゃないですか<ー>子供が一番であドキ、うん、<laughs> だから世界中であなたは一人しかいなくて、うん、あなたの歩んでる道もその一本しかなくて、うん、全く同じ人生の人ってきっといないと思うんですよね。 だからそういうのを励ますじゃないけどあなたも大事な人ですよっていうような思わずみんなのためにとかね一番お母さんが頑張ってもちろんお父さんも頑張るんだけど思わず自分のことを忘れてさ子供のことに一生懸命気づくとちょっと待って化粧もしてなくてこんな姿でできちゃったみたいなさいろいろとあると思うんですけどそういった方にもやっぱりあなたはいつも頑張ってるからさ頑張ってんじゃんって大事な人だよってことは本当に。 この曲彼も走ってるよね走ってますそれなんですけど結構世代上の方とかあの男の方とかもこの曲好きって言ってくれて、うん、本当に 意外や意外と思って、やっぱり、なあ、取り方、やっぱり響くんだね。ああ、そうなんですか。多くの世代にね、まあ、こういったね、歌詞を書く方なんですよ。もちろん、いろんなタイプの曲はあるんですけれども、でも、すごく、あの、三振なんかも弾いたりとか。あとは、本当に、こういうね、あの、東京でのボイストレーニングとか、いろいろなことを今まで経験してきて。で、今、なんとなく、みなみちゃんのライブの雰囲気って、なんか、確率一つあるのかなって。ちょっと、前のリハーサルの時、すごい覗かせてもらって、なんか、思ったんですけど。以前と、こう、ライブを始めて。 きてですよ、はい、まあ活動を始めてきて何かこう変わってきたことっていうかありますかうん、うん、やっぱりこう自分はこうなんだなって根本的なところはぶれてないと思うんですけどあそうですねやっぱりがっつり私は沖縄民謡でもなくて沖縄の芸能には触れてきたんですけど。 あの三振も独学でそうだよねいやいやそんなことないですもう習ってきた方々に本当に申し訳ないぐらい触って遊んで,でこの自分のポップス調な曲に三振の音を入れたらどうだろうとか、はい、ーよく音色がこうプッと入ってくるもんね。歌い方もやっぱり沖縄民謡と普通のポップスって違うんですがその間を取った歌い方が私なのかなっていうような曲の歌詞のところで民謡に流れてみたりとか。 ういのも私の持ち味だし魅力なのかなっていうそういうこともお互いジャンルを見てきて実際にやってきたからこそかる感じですよねそれを歌声と私の思いの歌詞を乗せながらやっぱり伝えていきたいなっていうかこれからも楽しみだねんかこう初めて来た時の雰囲気とまた違ってあ本当ですかうん なななんんんかかね、うん、そううですよなんかもう本当にあのみなみちゃんがこう、うん、一つ一つ言葉を発する感じがもう本当にりりしくてさ <laughs> 頼もしい感じが、まあ、同じママとしてもなんかすごくねお互いにお互いに刺激を受けてるんですけど、うんはい、で,で今度ねこ,こちらに来てもらったのは今日と今週末の告知だけじゃなくて、うんはい、実はあのみなみちゃん今こんなスタイルなんだろうすごくおしゃれな感じで実はここで言っていいのかな。ああののはいですね今あの おめでとうされていて2人目2人目おめでとうございますありがとうございます見えないのよ今日どうもこんにちはめぐみさん吉野さんとかってスタジオにねギャラリーに入ってきた時にあ、あますごくおしゃれなのとにかくえ妊婦さんに見えないんですけどとか言って見えないよねでもよく言われますねだよね今で八ヶ月だもん八ヶ月です今がねちょうどねだからそういった意味ではこれからきっとこのねまたあの出産 ちょっとサンキューっていうね、形もいただくと思うので。はい、でもでもで、ね、も止まらないよ、うん、足はっていうところで。うん、あのこの後もちろん続いていくし、その最強に入る前にぜひとも、このスタジオにも遊びに来ていただきたいな。ということで、今日はね、お招きしてるんですけど、はい、ありがとうございます。8ヶ月の今は、一人目と二人目は違いますか。あ、全然違いますね。<laughs> 余裕だ。<laughs> 気持ちがそう、余裕で。一、ね、人目の時は、わからないことたくさんだし。ね、そう、歌もまだそんなに軌道に乗ってないっていうか、う自分のやりたい思い。 だけが強い感じだったんで、そう動いてなかったよね。確かね、みよんちゃんの時にはまだね。まだ全然動けてなかったので、たろうすさんがもう早いね。おめでとうございます。わあ、ありがとうございます。本当にこうシュッシュってこう入ってくるあたりが気持ちいいね。こっちもね。たろうすさんめっちゃ気持ちいい。最近タロイモって言わないでしょ？ようやく間違えてそっちタロイモさんところ。美味しいそう。いや美味しそう。いや美味しい方よえよえ。あのたろうさんなんですけど、いつもこういう風にねメッセージくださる方なんですけど、でもたろ 生のみなみちゃんも今度見てくださいよ年末とかになんかフェームの忘年会とかあるんですけど今年度こそ私参加しようと思ってて本当にもう何年目よこの番組ってこともあるのでちょっと参加してみようかなってその時にみなみちゃんにも来てもらえるとなんかありがたいですよねいきなり5月に忘年会の話するのも早いんですけどもう生まれてるし機会があれば2人目の余裕というところで状況が合えばぜひた郎介さん結構沖縄に来てくださるのであ 県外の方なんですか？都県外の茨城茨城県茨城県のライブハウスとかなんかいいとこない？遠征に私が私が司会で行くわ。いいですね。なんかなんか意味わからんけどね。FM 小沢軍団で行きたい。いいですね。ついで小税ちゃんも連れてくる。あいいですね。楽しみですね。いろいろと夢が広がりますけれども。でもまあこれから少し三級にも入る前にまず本日のライブと来週なんですが詳しくあの場所と時間帯をもう一度ご紹介いただけますでしょうか。はい。この今週のステージでこの三級に入らせていただくんで。 ですけど、はい、えっと京都今週末の6日、2>, うん、2日と6日ですね。はい、あの女村に沖縄の女村にありますカリュシビーチリゾートオーシャンスパさんの、はい、オーシャンスパですよ、はいはい。オーシャンスパのプールサイドの方で7時と8時2回ステージ30分ずつやります。はい、今日はまたちょっとキーボードの方をゲストにお呼びして、はいはい、ちょっと沖縄の曲を多めに。 このラジオを聞いてくださっている観光客の方が今日そこに泊まるよとか近くの方はぜひ寄っていただいてぜひ沖縄だからこそプールサイドも素敵なのでぜひ皆さん楽しんでいただきたいと思います。ということで本日の女子力向上委員会はシンガーソングライター南さんなんですがさあラストの曲なんですけれどもご紹介を母の日が近いということで私が東京に上京した時にやっぱり。 分かったお母さんへのありがたさ、まあ当たり前とは思ってはいないようにしてるけど、やっぱりどっかあの頼ってしまってたんですけど、県外に行くとね、どうしても身近にいない分頼れない、気持ちが強くなりますよね。はい、思いますね。本当に毎日料理って大変だなとか、よく作ってくれたな、よく作ってくれてたとかどういうの感じながらあの感謝の思いものせて作った曲です。マイマザー。 入って,てください。今日はあうあ、ありがとうございました。ありがとうございました。<ペー> 時時刻は12時39分です先ほど「女子力向上委員会」のコーナーではこのコーナーには3回目のご出演でしたねシンガー・ソングライターの南さんにお越しいただきまして生歌も今日はスタジオから、えーはい、歌っていただきましたねすごいめぐみちゃんとやっぱりすごいですねって言ってね今話してたんですけど。 全然違うんだねねプロの方って、ね、わ私ちゃんとやらなきゃなと思って発声とか思いましたね。さあ飯ー,ーさんがツイキャスからみなみちゃん2度目の出産でも気を抜かずに頑張ってねということではいもう2人目のママになるよみなみちゃんですからまたそのな、ね、歌をもうママに届ける歌もね、はい、書いてますからね。はいぜひとも皆さん みみなちゃん応たろうすけさんが先ほどね残サキの CM だっていうことでしっかりね確認してますねありがとうございます。イーサーさんマリオットの、えー、ランチ食べたいなということで <laughs> 美いしいですよ私最近ねあの先,先日か先月かラウンジあの、えー、カノンに。 行ってきたんですけれどもすごいね、ケーキとか美味しかったです、パスタもね美味しかったですね、すごく。で、そこでなんですが、マリオットの母の日サンクススペシャルランチのご案内もしておきましょうかね、この機会にね、実は今週はマリオットの、えー、オールスターブッフェのペアランチ券2組様を今週募集していますよ、このね、わんこ座の、えー、リスナープレゼントです。ぜひたくさんのご応募お待ちしています。で、マリオットの母の日サンクススペシャルランチは5月7日、8日の土日限定でございます。 実はですね、えー、ブッフェレストランオールスターブッフェと実は今年から、えー、中国料理の流化法であのブッフェを楽しむことができますねもうこちらねあのー、すごいですね料金が大人2400円、えー、子供1200円になるんですけれども6歳以下は無料になりますお母様はご利用半額ということで え、二千四百円じゃなくて千二百円で召し上がれるということで、そしてお母様にはフラワーギフトをご用意ということで、はい時間帯がね、あの特に中華の方は決まっているんですけれども、流化法は十一時から予約なのか、十一時十五分からなのか、一時三十分からか一時四十五分からか入れ替え制で百分の時間を流化法は設けています。まあオールスターブッフェはまた広いですからね、旬のヤンバル野菜のバーニアカウダをはじめたくさんの、えー、沖縄の旬 旬の食材を使ったえ味をオールスターブッフェで楽しめます。そして中国料理流化法では 県産豚肉のローズと蝶明草のソースと合わせてということですごくね、美と健康を意識したメニューになってます、流花法の方は。なので、お母様にもぴったりではないかなと思いますので、ぜひとも皆さん、詳しくは、えー、沖縄マリオットリゾートスパ、ぜひね、えー、ホームページをチェックしてください。こちらは5月7日、8日、土日限定の母の日サンクススペシャルランチのご案内でございまししたで私7日に予約しました。 お姉たちとうちの母ですねあのスミコを連れて行こうかなと <laughs> スミコ連れて行こうかなと思っていますのでねはい、母にも感謝した私も母ですがその前にもやっぱり自分の母でしょうということではい行こうかなと思ってますどんどんねツイキャスが出てきてますがさ告知の方をご紹介した後ですけれどもこっちからインサさんがその他んがえっ、ー、とね天気がデイジうまいって言ってましたあそうそう,そうマリオタロン ね、あのブッフェのすごくおいしいだってね毎回こう私も「マリオット」の番組というかコーナーを金曜の時に担当してたんですが本当にうまいわけもう山本シェフは最高キャラクターも最高だけどあの、ね、スタッフみんなが、ね、すっごくいいのなんかホテルホテルホテルマンで何かこうほらスーツの皆さんがズロッとくるとちょっと怖いじゃん全然面白いですよ。 なんかすごく私たちの気持ちに寄り添っていつもメニューとかきっとこうやってこういう食材を使うと楽しめるのかなっていろんなことを考えながらやはりメニューとかケーキとか考案してるのかなと思いますね是非その子さんの番組も聞いてくださいね。でリスちゃんからあれ今月からパーソナリティは桐谷美麗さんですか <laughs> 誰よ私あの木曜日のパーソナリティのことじゃなくてここ,ここ今リスちゃん。 遊びすぎでしょ私でいじりすぎでしょそうですよ桐谷美玲ですよ沖縄の桐谷美玲ですそして青いゆうちゃん似てるとかあの口がわって喋ると大きいから今井美紀さん似てるとかね昔よく言われましたけどねどうでしょうか、はい、そしてこちらはアミ,アミさんアミナミさんハワイさんこんにちはこれ東え東北岩手から沖縄でのえしシソ 人探し、切実、拡散希望、あこちらも切実ですね。ぜひ詳しい情報を、じゃあ、後ほど、え今これ見れるのかなちょっと確認してみますね。はい、これは切実のマジな話ですよね。わかりました。少しね、ここ見てみたいと思います。そして太郎助さん 5月といえば5月病ということで来てますそう5月って結構ねあの4月一生懸命あの頑張っちゃうから5月にくたっとなっちゃうねあとゴールデンウィークまでで味わっちゃうともうもう開けた時のだ,だるさあのっていうのは半端ないですよねはいわかりますでもね5月は私事で言うと5月の私誕生月なんですよ 本当にあそれで5月とはってやってるわけじゃないんですけれどもでもねちょっとね5月ってゴールデンウィークとか母の人がいろんなこうイベントがあるのでなんか自分にかまってる場合じゃないっていう感じであっという間に過ぎていきますねもう去年なんて自分の誕生日の日を忘れてたぐらいですからね大変です。でリスちゃん5月って女の子大胆になるよねなら <laughs> んでしょうならんよねならないよりですよねならないですよ。<laughs> 何の話かな何の話おう。 でね、リスちゃんが「タロスケさんまたマリオットのランチ行くんですか?」とあえ行ったことあるのかなタロスケさんは。ねですかあるのかなありますかタロスケさんそうねええめ、ー、ぐもマリオット行かなきゃねえっ行ったことないよ。 インサーさん吉野さんの乗りツッコミこれは私に対することですね太郎助さん「マリオって行ったことないよ行きたいよ」ってぜひ行ってください行こうよ沖縄に来たらマリオって行かなきゃっていうかあの主婦帯あ主婦帯じゃないんだ今日から「ワンコ座」んでこのなんでクエスチョンなのっていうね「ワンコ座」まあ、このね「主婦帯」ではなくて「ワンコ座」というタイトルに変わるんですけれども変わってるんですが今日からね「えー、ワンコ座」の「まあ 毎週毎週いろんなプレゼントをご用意しています今日はまあ偶然ねマリオットリゾートスパのご紹介をしているのでマリオットマリオットマリオットって言ってますけれども他にもいろんなこう、えー、ホテルの、えー、レストランのご紹介もしてますので絶対に聞き逃さないでくださいこの時間で、ね、本当にプレゼント盛りだくさんですでイーサーさんお吉野さん誕生月ですかおめでとうございますありがとうございますまだですよ <laughs> でリスちゃんがもう桐谷未礼にしか見えないそんなさ見てよこんなこんなさ素貝してこ素貝っていうのはこのねあの着方ってことですねすみませんね今日はねこのえイヤリングをどうしてもこう表現したくてこう着たら映るとねなんかドブ色目じゃみたいになってますけどもすいませんねこれカーキ色っぽいんですよドブ色じゃないのよ <laughs> リスちゃんワンコザ言いにくいかっこあれでしょごめんうでしょ,でしょなれる ね、なれよっていうかさワンコ座の座なんかさ双子座みたいになってるんだけどちょっと待って面白いラーレスじゃん。っていうかねワンコ座言いにくいって言わないなんでか私が一番言いにくくてつらいから今 <laughs> で今このねラジオを聞いてるこの後のパーソナリティ何いっそこまきさんやっこちゃん木曜日のパーソナリティさんも聞いてるかもしれないそして金曜日のその子さんびっくりしてるですよね後からまたみんなでミーティングするか。 ね、ミーティング、後ほどしたいと思いますが、はい、さあそれでは曲いきたいと思いますけれども、はい、あのこの人の、歌声も好きですね、彼女も、ね、確かママになっていましたね。参りましょうか彩香で I Believe いいですねアイビリーフ彩香さんの歌声も大好きですがさあイーサーさんが番組名わんこ座様へ吉野ちゃんみなみちゃん吉野ちゃんじゃないや、吉野さんみなみちゃんめぐおこのツアーはい、新タイトル「わんこ座定着しますように」メッセージテーマ5月といえばですがゴールデンウィーク えー、と言ってもサービス業だと特に連休とか取れるわけでもないので嬉しくもないんですけどねわかりますよでも天気や気温も程よく良い月なので過ごしやすくて好きですね山へドライブへ行くと新緑とそよ風で癒されてます。で来ます、えー、南ちゃん、えー、母性あふれる歌声が体調にも良いでしょうね育児にちょっと疲れたお母さんたちに南ちゃんの歌を聴いてほしいですね。 これから出産になるでしょうけど、活動も頑張ってください。ということで、<laughs> 優しいなぁ、本当になぁ、いいですね、本当だよね。みなめちゃんの歌声にきっとね、ハッとさせられたり、ね、応援、背中を押してもらえる人って多いんじゃないかなぁ。ムーネー先生です。えー、吉野さんこんにちは。昨日の勤務疲れが残っているムーネー先生です。そっか、お疲れ様です。5月といえば、うん5月の思い出、思いつきましぇん。 まあ5月といえばゴールデンウィーク後半梅雨入りナハハーリーですが私は仕事です私もほとんど仕事よモネね先生ね花火もいいですがこの年になってお一人様の花火鑑賞男同士の花火鑑賞はキツキツです本当よね <laughs> 本当だよねもう男同士のさ線香花火って怖いもんね怖いわ見上げないでうつむくばかりね チラ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 ね。ナハハーリーに思うこと。私は人混みに行くと体を壊すので行きませんが、ハーリーくらいは旧暦の5月4日、4日の日にやってほしいと思います。あ、本当にそれ私も思うね。何でもかんでも新暦でやるのはどうかと。また来週ということでいただきました。宗先生、ありがとうございます。本当ですね。本当にあの旧暦大事にして、宗先生、いつもね、沖縄行事大切にしてますからね。はい。ありがとうございます。でもね、5月、私ね、5月はね、結構ね、 あのだからそういう年相応の歩みをしてるのかなって勝手にねその年と人と比べるわけでもほんとそんなこといらないと思うんだけど自分自身の歩みをねしっかりやっていけばいいなんて思うんですがちょっと私もねネガティブなところがあったりするんでね逆にそんなことをみんなにこう言いながらみんなからはね逆にパワーもらってるのかもしれない今日はねありがとうございます。私の誕生月でももありまますけれども前向きに、ねま、た 1> いい1年にしていこうかなって思いながら今目標を立ててますよはい。またねその時にねその週にまたお伝えしたいなと思いますさあ今流れてきました今日はね女性シンガーの曲を全部チョイスしていますけれども、えー、今流れている曲は宇多田光さんのファーストラブお届けしています ズタバタしてますけれどもね、私面白いよ。ぎのわんのさ、今あのツイキャスを見てたんですよ。で、今 FM コザのこのマウスを動かしてみようとしてたんで、もうわけわかんなくなってますけどね。さあこちら行きましょう。ツ、えー、イキャス、タロウスケ、どこだどこどこ今どこ行った？どこなんだ。タロウさんが言ったのはザンパミサキのランチだったね。今日は石野さんがすごく綺麗に見える5月病か。 こここリスちゃん、ね、そんんななことないと思いい思ますよ太郎助さん沖縄ラジオ集団ワンコザ、かっこいい全く違ってますからね、文字が。はっきり言って。イーサーさん、ハーリーあるんですね。また沖縄が暑い、暑いですよ、沖縄。リスちゃん、あかん。吉野さんの映像が綺麗に見えすぎる。壊れたか、スマホ。壊れてません。正常ですよ。そして松坂茂浦、アットマーク、ひらめのミキティ推し。おはよう。あざす。リスちゃん、ギノワンのコメントはほとんどね、AKB です。 <laughs> ごめんなさい私も見切れてないのさはいということでもうねエンディングの曲になっておりますけれどもさあ、えー、今週新生の主婦帯ならぬワンコ座でスタートしたこの番組でございます月曜から金曜まで女性パーソナリティが頑張っていますそして今週木曜からは新パーソナリティがこのスタジオに座って こちら画面にも、ねはい、登場しますのでぜひとも応援していただきたいなと思います。すごく楽しいと思いますよ、ねはい、さあということでございましてこの番組、あ,もう、ねすごいね、あと、ね、50秒前でございますけれどもえ来週は5月9日になりますけれども、はい、あのものづくりのアーティストさんを女子力向上委員会でお呼びしたいと思いますのでぜひとも皆さんお付き合いいただきたいと思います。はい、え火曜日水曜日明日明後日水明 やっこちゃんとマキさんが、あそうお休みか分かりました、またね、木曜日期待していただきたいと思います新パーソナリティが登場します。ということで、ワンコザこの番組は、目指すは地域のホットコミュニケーションステージ、うるま市、結婚式場、ニュー3話の提供、ほか各社の協力でお送りいたしました。そそれれででははまままたた来週5月9日ににお耳にかかりますババイバイ